これがシンセサイザーですか、うん、これはねそうなんです。これはねいかにも気取っているようでちょっとこうあんまりあれなんだけどさ、芝居やってる時にね作曲家に頼むとねギリギリになっちゃうの音楽がね。それでひどい時になると舞台稽古の頃になってやっと音楽できるんだよ。やっぱりね僕の場合は音楽が非常に先行してないとちょっとこういろいろ具合が悪いことあって、まあ素人だけども何とかできないかと思って自分でこういうものを揃えて始めたのがきっかけですよ。だから大体僕の芝居はある時期から全部自分で音楽入れてるの。なんか作品があるので音出ますか？出ますよ。作品っていうと大げさで作品と取られるとこもあるんだけど、こういろいろねソースを作るんですよ。でそして音の元、うん、そしてそれをねいろいろ組み上げていくわけです。いやその偶然の作品かもしれない。そうですね、まあ、偶然ってこれいろいろいじってるうちに面白い音が出ることあるんですよ。面白い音が出るとその時にね一応ちょっと入れてみる？お願いします。これカレーの音に似てるでしょ。綺麗な音だよね、これ。てな風に作るわけ。